すっげえでかさだな。まさに天まで届けって感じだね。こんなのがアスピオのそばに眠ってたなんて、いろんな意味でショックだわ。あの周りに展開しているのが生命力を吸収する術式だろうか。そうみたいね。まずいわ、結構早く組み上がってきてる。あまり時間は残されてないってか。いいことなのじゃ。時間が差し迫った方が人はやる気になるものじゃ。それはそうかもしれないけど、僕らもヤバいんじゃないの？確かに全ての人間ということなら影響があってもおかしくないけれど。エステル？精霊の力が私たちを包んでくれています。あの術式の力より精霊の力が勝っている間は大丈夫なようね。その間にてっぺんまで走って登るのじゃ。星はみとやる前にバテちゃうよ。バウルに乗ってピューっててっぺんに行くわけにいかないの？バウルに影響がないとしても私たちが耐えられないと思うわ。あんた塔登るのが嫌なんでしょ。おっとりめえよ、俺様を誰だと思ってんの？おっさんには悪いが、歩きで登るしかねえな。とほほ。気を引き締めていこう。ああ、何が待ってるかわからねえ。油断するなよ。古代ゲライオス文明、これほどの建造物を作る文明の時代にはどんな人たちが生きていたんでしょう。そうね、人々の生活がどんなだったのかってのは専門外だけど、発掘されてるブラスティアから想像すると、星はみさえ生まれなければ科学文明としてはかなり完成されてたんじゃないかな。ブラスティアによってエンテレケイアと対等の力を持っていたはずね。そっか、でないとエンテレケイアに滅ぼされちゃってるはずだもんね。魔物を恐れて結界に閉じこもっている人間にそんなすごい力があったなんて信じられないのじゃ。力をつけすぎた奴らがそのつけで崩壊、よくある話だが、笑えねえ点が一つあるんだな。星はみを後の時代の奴らに押し付けやがったんだから。当時は他に手がなかったのかもしれないが、やっぱ許せねえ。てめえのやったことはてめえでケツを持てってんだ。私たちこれからやろうとすることの責任ちゃんと持たないといけませんね。そうだね。ブラスティアのない世の中、それを生み出したまま放り出さないように、うちらの手で全てのけじめをつけるのじゃ。ああ、もちろんだ。すげえな、これが全部今まで土の下に埋まってたってのかよ。アスピオ周辺で多くのブラスティアが発掘されたのもここがあったからなのかもしれないな。古代ゲライオス文明、本に書いてあったものよりずっとすごいです。なんだか変な感じね。星はみに使うってくらいだからこれは兵器なんだろうけど、外からの眺めは都市みたいだった。都市を改造して兵器にしたのかな。星はみと対等に戦うにはこんな大きな町を犠牲にしなくてはならなかったのかな。これだけの規模ならさぞ大勢の人が暮らしていたことでしょうね。それが今じゃたった一人の男が全人類滅ぼすために立てこもってるだけってか。デュークか。できればやり合いたくないね。ヤクさん、神魔戦争の時すでに大した英雄だった。今となっちゃどれほどの力を身につけてることやら。なーに、デュークと喧嘩する前に星はみを倒しちまえばいいんだよ。
そうすればデュークだって人間を犠牲にする理由はなくなるもんね。そうだといいけどね。ねえねえ、グミ一個もらってもいい？あらカロル、無駄遣いは良くないと思うわ。でもあの味、あの歯ごたえが忘れられなくて、今も口の中にふわっと広がって。ずいぶんグミが減った気がしてたのは、お前が時々つまみ食いしてたからか。私が我慢してたのに、あんたそんなことしてたの？違うよ、そんなことしてないって。テリタ、我慢してたって？違う、なんでもない。そんなにパクパク食うもんじゃないわよ。あれ、あんな小さい割に一個の値段が高いんだから。私、あの味と食感ちょっと苦手です。お姫様の口には合わないのかしらね。別にそういうわけじゃないだろう。俺だってそんなにうまいもんだとは思わないな。あのシンプルな味わいが病みつきなんだよ。わかんないかな。グミって子供でも口にしやすいよう甘く柔らかく作られているのよね。それって僕の味覚がお子様って意味？あら、いいじゃない、子供なんだもの。待ちかねたぞ、ユーリ・ローメル。どこに行こうってんだ？お前には俺がいるだろ。あいつは生きてたのね。信じられないしぶとさ。こんな高いところまで疲れたじゃろ。わざわざご苦労さんじゃの。本当にしつこい野郎だな。何度も言わせるなっつったろ。てめえに用はねえんだよ。世界を救うためか。急がないと世の中ぐちゃぐちゃだからか。分かってんなら邪魔しないでよ。おい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 、だからこそ意味があるんだろうが。こいつ何言ってんの？こいつを見な。この先の封印式の構成式よ。つまりこの腕をぶっ壊さない限りこの先には進めねえな。なんてことを。てめえ。ユーリー、世界とやらを救いたければ俺と登り詰めるしかないみたいだぜ。どうして、なぜこんな無意味なことを。無意味？無意味だと？意味ならあるだろうが。この方がマジで言われるだろう。ザギ、ここまで行かれた野郎だったとはな。いいぜ、蹴りつけてやる。おこれ、もっとだ、もっと高ぶれ、マジで来い。でないと登り詰められないからな。痛みがねえ、全然ねえ。おお、体が動かねえな。なんてやわな体なんだ。次は体もブラスティアに変えてこよう。そうすりゃもっと楽しめる。そうだろ、ユーリー。ユーリ、地獄でやってろ。人から理解されず、戦いに無理やり意味をつけて、哀れな人。あれでも、その筋じゃ結構知られた名だったんだけどね。オタクらと関わってから、なんだか妙なことになってた。あの人、本当に戦いを楽しんでるみたいでした。ユーリとなら本気で戦える。そう思ったんじゃないでしょうか。それって、ユーリくらいしか本気で戦える人がいなかったってこと？知るかよ。あんな言っちまった奴のことなんざ。力を持て余した奴の慣れの果て。つまんねえことで時間食っちまった。行こうぜ。
ジュリー？ええ、わかったわ。バウルがどうかしたのか？大丈夫。外の様子を聞いてただけ。生命力吸引の術式、どれぐらい組み上がってる？バウルは術式のことわからないから。あ、そうよね。バウルには自分の判断で動いてって伝えておいたわ。私たちも先に。ね？うん。急ごう。ザギー、ほんとどうしようもない奴だったね。ああ、あのエネルギーをもっと別のところに向けろってんだ。自分と対等な奴にようやく出会えたってのに、敵としてだった。それが奴の不幸ってなもんよ。あ？対等の友を失ったデューク。対等の者の存在を認めなかったアレクセイ。そんで、ザギ。力がある奴ってのは、力のあるダチがいないと、なんか歪んじまうのかもね。そんなもんなのかね。ドンにはベリウスという対等の友がいたっしょ。レイブン、たまに難しいこと言うよね。あ？すげえ渋くてイカすコメントしたのに、そりゃねえよ少年。ま、おたくらは大丈夫だな。いいダチ持ってるから。ザギってやつ、どうしようもないやつだったけど、なんか哀れ。あら珍しい。あなたにとっては何あいつじゃバカっぽいの種類の人だと思ったけど。似てない。モノマネしないで。あらごめんなさい。他の人よりできちゃうとね、物足りないと思う時があるのよ。毎日が。私がとっくに見つけてたことを一月も二月も後に危機として話し合ってる奴らを見てると、こいつらと話してもつまらなそうって思っちゃったりしてた。彼がそれと同じだった？そうなのかもなーって、そう思うと、なんかね。なんでこんなことあんたに話してんだろう。忘れて。ごめんなさい。私、物覚えがいいの。あ、じゃあ、秘密にして。わかったわ。高い。どこまで登ればいいの？バウルでも登ったことがない高さだわ。高い高い言うから疲れるのじゃ。もう高い言うの禁止なのじゃ。しかし、まさかこれが星はみを倒す兵器だなんてね。古代ゲライオス文明、私の想像以上だった。でも、星はみを倒すのは僕たちだよ。ああ、デュークに任せといたら偉いことになるしな。急ごうぜ。昔の人はこんなところに住んでたの？道わかんないよ。こりゃ迷子になるなって方が間違ってるな。最初は計画的に作られてたんだと思うわ。それがだんだん個々の思惑で改造されていった結果、こんな複雑な街が出来上がったんじゃないかしら。こんな進んだ文明を持つ人たちがそんな無計画？おかしくない？進んでるからこそ、日進月歩の進化に人々の考えがついていけなかった、とか？たった数年前の技術が古い思想になって、何度も計画変更された、とも考えられるね。滅びた連中のこと考えてても仕方ない。先進もうぜ。その滅びた連中が迷子にならないようにどうしてたかは、興味ない？道は俺たちの前にできるんだぜ。そういうこと！呆れた人たち。だったらその道をさっさと進めばいいでしょ。すごいよ！ここんとこ、僕たち戦闘で無傷だ！つえー！俺様たちつえー！傷が治せても痛いのは嫌ですもんね。痛めつけられるのを見るのも意外と面白いけれど。あんた、怖い。傷は男の勲章なんだよ。傷つかない戦いなんて意味がない。あら、痛いのがお好き？そういうことじゃねえっての。全然わからん。リタッチは痛めつけられるより痛めつける方が好きそうだしね。そうよ。あなたも十分怖いわ。あの階段は。どうやら、この上が頂上みたいですね。ここが正念場だな。みんな、覚悟はいいか？とっくにできてるわよ。うん。僕たちがやらなきゃいけないんだもん。ここで逃げたら、今晩の食事がまずくなるのじゃ。そういうこと。
おっさんもさすがに頑張っちゃうよ。私たちを信じて待っている人たちのためにも必ず星網を倒します。フェローやベリウス、エンテレケアたちの思いのためにもね。行こう。デューク、デューク、俺たちは四属性の精霊を得た。精霊の力は星はみに対抗できる。もう人の命を使って星はみを撃つ必要はありません。あの大きさを見るがいい。たった4体ではどうにもなるまい。4体は要よ。足りない分はブラスティアのコアを精霊にして補うわ。世界中のコアだもん。すごい数になるはずだよ。ついでにオタクの嫌いなブラスティア文明も今度こそ終わり。悪い話じゃないでしょ。人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど俺たちは俺たちの選んだ方法で星はみを撃つ。もう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無にしたくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアによりエアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それはお前たちは人間の都合の良いようにこの世界をテルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。同じようには考えられませんか。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが私には私の選択がある。分かってくれねえのはそれをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて、手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこのタルカロンを古代人は自ら兵器に変えた。エンテレケイアを滅ぼすために。あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとって、ブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアールの乱れにより星はみが出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾けた。今の世界は多くの犠牲の上にある。なのに人間はまた過ちを犯した。必ずまた繰り返すだろう。どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界の在り方まで変えようとする。そんな存在こそ星はみをも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。私は共に誓ったのだ、この世界を守ると。エルシフル、ね。クロームから聞いたか。ああ、彼女、あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も、私たちの話を聞き入れてくれて、精霊に転生しました。だから、どうか一緒に。
ふざけるな。エンテレケイヤがその使命を放棄するというなら、私が引き継ぐ。お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば、世界は救われる。デューク、やめるんだ。このまま人間が世を治めていけば、必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても、自分たちで選んだ道です。傷ついても、立ち止まっても、諦めなければまた歩き出せるはずです。そうよ。間違ったり失敗したりするのを怖がってたら、新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに、私たちはあんたみたいに勝手に決めつけて、この道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん。一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは、一人じゃないんだ。一人でできなかったら、みんなで頑張る。そうやって歩いていけるってことに気づいたんだ。だから、のじゃ、一人で出した答えはいつか必ず行き止まりにぶち当たる。でもみんなで船を漕げば、どんな凪でも嵐でもいつか海を越えられるのじゃ。心がつながっている者同士はそれでいいのだろう。だが必ず辛い未来を受け入れられる者がいる。それが分からぬお前たちではないだろう。そうね。厳しいけどそれが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。人も世界もね。だから何年、何十年、何百年かかったとしても、いつか受け入れてくれる。今はそう思えるわ。だってそれが生きるということなのだから。変化とは痛みを伴うもの。でもそれを恐れていては前には進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら、僕らがそれを支えます。そのための騎士団。そだな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが、おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを、先に行っちまった奴らの代わりにさ。相入れぬな。お互い世界を思う気持ちは変わらぬというのに、不思議なものだ。不思議じゃねえ。あんたと俺たちは選んだ先、未来に見ているものが違う。未来は守らねばならん。守らねば破滅が待っている。未来は作り出すもんだろ。選んだ道を信じて作り出すもんだ。是非もない。来るがいい。さすがにフェローが認めた者たちということか。あんたこそ大した強さだ。残念だ。お前たちともっと長き時を歩んでいれば、違う形の開口があったかもしれぬのにな。今からでも遅くないぜ。いや、もう遅い。この空を星闇が覆った時、私の道は決してしまったのだから。この分からずやめ。世界の永続にとって最善の道、それは世界を自然な形に戻すこと。それが私の選んだ道。私はそれに準じる。友よ、力を。すまぬ。
エルシフル。約束。守れそうにない。エルシフルがどんな奴だったのかも知らねえ俺が言っても、説得力ねえけど、ジンマ戦争で人のために戦ったエルシフルって奴は、ダチのあんたに、人間を否定して生きることなんて望んじゃいないと思うぜ。エルシフルの望み、世界を守ること、生きとし生けるもの、心あるものの安寧。ユーリ、急がないと。やるぞ。行くわよ、エステル。同調して。ジュディス、サポートお願い。はい。了解よ。ユーリ、行くわよ。ドキドキなのじゃ。頼むぜ、大将。ああ、ブラスティアを捨てたというのか。止まった。まさか聞いてないの？そんなことない。ただあと少し、あと少し足りない。そんな、ここまで来てなんとかならんのか。お願い、まだ終わっちゃいない。エンテレケイア、精霊、人間、エルシフリオ、世界は変われるのか。ダメか。世界の一部だった。そういうことね。綺麗、とても。じゃな。
やったな。本当にこれで正しかったのか。さあな、ブラスティアを失い結界もなくなったけど、俺たちは選んじまったからな。生きてる限りは何とかするさ。強いのだな。何、一人じゃないからな。リュウ君、またな。